ミッキーでございます、今日ご紹介するのは、2008年のヨーロッパのモデルであるリーバイスレッドのスピンという、型になります。かなりもう、ダメージがあるような状態なんですけれども、なんか珍しく、ツイル地とかの黒のパンツなんですけれども、村染めというか、もともとグレーのパンツを、まあ、黒で後染めしてる感じなんですよね。で、なんかその完全に染め切るつもりとかっていうのはなくて、こういうふうにムラ状態のまま残してあるようなモデルになります。ちなみにこの部分紫とかになってます。この時期やっぱポケットが可愛いですよね。特徴的というか、まあ、このアーケードスティッチもかなり太めの糸で縫ってあって、でこの幅広のポケットの形とか顔もすごい素敵だと思います。これもともとちょっと残ってるんですけれども、赤でこのレッド部分っていうのはこんなに明確に見えないんですけど、多分ベルトの擦れとかでちょっとボコッとしてるので、当たりが出てこの白が出てくるようなものなんじゃないかなっていうふうに勝手に思ってます。はい、こちら表側になります。ここにあるように裾の部分裏染めのまんまになってます。ここら辺の糸とかも太めのもので縫われていて、このベルトループも太めでかっこいいですね。内側は染めないままになってます。やっぱりこの時期の特徴であるこのボタンが、まあ、リバイスレッドの R レッドが、R で赤く作られています。でこのジップの部分も赤くなってますという感じでございます。なかなか、はい、手に入りにくいモデルとなってます。今となっては見つけたらぜひぜひゲットしてください。